はいどうもゆうぴかです。今回はデビルメイクライ2シリーズの黒歴史を彼にプレイしていただきたいと思います。はい、ヨードです。はい、やってまいりましたデビルハンター。はい、デビルハンターですよ。ほらミッション3、前回のね続きからまたやってもらおうと思います。はい、さあ美しい港町に来ましたよ。なるほど、結構ねロケーション良くない？2もうちょっとねあれだな、カメラをね回せるとかできればそれはあるんだけど、3からです。あの2は固定カメラなんで、それはしょうがないか。しょうがないですね。まあ、3でもめちゃくちゃ悪いけどな。あ、来ますよ、ゴートリング来ますから。あれさっきのやつのさっきが前回ね、まあ、収録日が同じなんでさっきになっちゃったけど、あっちゃあっちゃなんじゃこれこれ避けて、うん、ゴートリングのとこに行かないといけない。で遠くから撃ってもゴートリングバリア張るんで意味ないから、もうとにかく突っ込んで行っちゃってください。なるほど、バックバック。お前ちょっとカッコつけてローリングしてんだ。向こう行け早く、そっちバリアだからカメラアングルに惑わされる。いいよいいよ、あ得意もの得意だ。避けてるかあるよ。で、あとこのオーブ、ね、あーオーブ回収狙ってんのね、ヨダくん。そう、さすが、あーぶねー、マメだね。でしょ、やっぱり回避しながら、そうそう回避しながらゴートリング近づくと落下というか降りてくるから地面に。あ降りてくるね、一応降りてくるよ。でしょ、いやもう多分早くゴートリング戦わないとこれ無限に炎出てくるから早く殺せ。あこいつボスじゃないんかいそうだよ、こいつボスだと思った、普通にボスだと思ったちげえから、この後出てくるから。これも単なる雑魚ですよ。なんだよ、この後ですから。だからさっきと同じだったのか。さっきっていうのは収録日が同じだからあれだけど、前回な、前回のやつと同じだったってことね。チャプター2と、そう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 、ムービー入りますよ。路線オラングエア、なんだこのゴリラは分かるんだがさあ、それもそう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 、2はね BGM も結構かっこいいんで、この曲に合わせながら悪魔と踊っちゃってちょうだいよ。いやどんどん使っちゃいませんか。でそういう時は魔人化取っちゃってもいいかもしれない、うん、こうやって、うん、で切ればまた溜まるから気をつけて、上からの攻撃気をつけて、言うの多すぎて避けてよ今のぐらい。いいねいいねいいね。別に無理にやらなくていいけど、うん、この顔面ばっか切ると腕ぶち切れるからこいつ。えぶち切れる、うん、この両腕。あ切れる、切れる、ぶった切れんだ。そうぶった切れる、だからなんかガードとかしてこなくなる。なるほど。でも多分ねノーマルモードだからその前に体力尽きるから。あその前にね、うん、もう多分倒せると思うよ。頑張れ頑張れ。こいつ降りてこないのか。降りてくると思うよそのうち。そのうちってでここまあスタイリッシュで一応だ、あーそっか、要はスタイリッシュあれ狙ってんのか。それ考えるとちょっとゲームの難易度上がるかもしれない。結構大変なんだよ、ほんと2は。手に長うまく出ねえ。待って、空気回ってきてる。なんか普通に避けてないのに。避けて。ナイス。今のうまい。一応魔人化の時スーパーアーマーつくから。うん、まあ、ゴリ押しになっちゃうけどね。そうだね、スタイリッシュではなくなっちゃうかな、ガンってまあまあ、まあ、腕ぶった切ってもよかったんだけどな。多分ねその前に体力が尽きちゃった。ウリンかキー、ああよいしょ、獣の鍵っつうんだあれ、うん、ちゃんと獣の鍵って名前なんだ。名前なんだね。で微妙に壁登ってるで終わりなんですよ。あ結構早かったでしょ。ランクアイテム使わなかったことだけエースだけど厳しいね。やっぱさっき遊んだからじゃないの。ああなるほど。はい、ということでね今回はまあデビルメイクライ2初のねボス戦で、
多分ね次回もボス戦があると思うんだよ。第4も、うん、なのでまたねヨーダには頑張ってもらいたいと思うんだけどね。はい、はい、今日はね初見でお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。